敵が迫ってきましたか。一撃で吹き、体勢を整えました。光秀を逃がしたらんね。絶対にここで撃ち取るんじゃ。 あの砦は光秀を追うのに邪魔になる。さっさと落とすぞ。光秀を撃った者が名実ともに信長の後継者。幸運が開けましたな。その物言いはよさんか。勘弁。敵将撃ち取ったり。 分かればあちらからも光秀に迫れるな。敵将撃ち取ったり。大王ワンと光秀が逃げてまう。秀長本陣は任せた。 救いを求める魂、悲痛な叫び。土佐の長宗我部元親、盟友光秀の危機にはせ参じたか。負けてしまうとは。奪ったら退避。 時代のうねりも飲まれたか。元親、ありがとうなのじゃ。父上はわらわが必ずお守りする。開門。今見つかっちゃった。まあいいわ、待っててね秀長ちゃん。 秀長は本陣守備の要じゃ。撃たせちゃならん。父上、こちらじゃ。 でもないと言うのに同時で明智光秀とはその程度の武将だったか。よし、これで光秀を追い詰められる。開門。明智軍ももうボロボロじゃねえか。どっからでも攻め放題だぜ。 撃ち取ったり。切れないの。これで時間は稼げたかしら。ここまでじゃ光秀。信長様の敵はわしが。もはや後には引けぬのです。この戦に勝ち、私が新たな天下を作る。 これは。ごめんなさい。とっとと逃げ出した方がこういうわけか。こいつは絶対こっちだ。気合い入れるだけよ、三つ。気がまた。勝つのは当たり前だ。その先のことを考える。逃げてけ。勝つぞ。どちらの言い分も正しい。 わめいていないで敵を倒せ。バカ。みんな、ここが頑張りどころだよ。気合注入。行くよー。ごめんなさい。お姉様。お姉様、私には不要です。あ、俺います。広政と一緒に俺にもお願いします。
る優しい世界、決して邪魔はさせぬのじゃ。親しいとか、兵が粘ることでその娘に災厄が降りかかるとしたら、このようなところでは引けぬ。父上の志はわらわが守るぞ。優しいんですね。しかしここはない。あなたは逃げた。世に真実を伝えてください。ごめんなさい。敵の士気が高い。敵陣に忍びを送り込み、信長が存命との巨砲を流して統率を生み出す。秀吉様の天下となるのか。意に染まぬ流れか。そうは言っていない。乱世の終焉こそ長政様の望みであったしな。みんな頑張ってるね。今日はごちそうにしてあげなきゃ。ナオトマ、それが何よりの励みじゃ。頼りにしとるで、レベ。地平を見る。あなたを斬る。貴様ら程度では俺に傷一つ残せない。恥ずかしい。ごめんなさい。私が天下無双だなんて。取りましたぞ。信長様の夢はこの秀吉が必ず。